どうも、かなやんです。ポッシュマックス、正義です。どうもお願いします。お願いします。慶応義塾高等学校甲子園準決勝進出、おめでとうございます。やいしょやいしょやいしょ。いや、やりましたね。やりました。103年ぶり。103年ぶりね。103年前行ってたんだっていうね。2回目なんだっていう。そうなんだ。いや、違うんだよ。え、これ優勝したら107年ぶりって言ってたから、うん、もう1個行って、あ、もう3回目。3回目か。3回目のベスト4だったっていうね。そう、初めて見たもんだけどな、103年ぶりは。いや、そう、誰も、うん、見た会にいる人で今さ、うん、多分 KOB で、うん、見たことないんじゃない、誰もご存命の方で。いや、なんかでも103年、あ、違う、ベスト8メンバーが来てたっていうニュースになってましたね。だからベスト4は見れてないんですね。そう、ベスト4は多分見れてないんですよ、多分。なので、そう、まあ、本当にすごい試合でした。まずあの試合はすごかったね、うん。まあ、東恩納っていう、まあ、沖縄尚学のね、めちゃくちゃ EP だったピッチャーがもう初回、まあ、3回ぐらいまでかな、うん、ものすごいピッチングで1巡目まではもうこれ、あ、これ 1-0 で勝つしかないな、うん、ホームラン誰か 打って、そうね、うん、それで、うん、まあ、なんとかゼロに抑えて、うん、まあ、逃げ切ろうみたいな試合かなと思ったら、確かに、まあ、結構4回の表とかかな、うん、4回の裏かな、わかんないですけど、あのホームラン打たれて2点取られたじゃないですか。あ、そうだ、レフトにね、うん、で 2-0 で、正直負けたと思ったね、僕はね。まあ、負けたとちょっと思ったね、うん、だってめっちゃ調子よかったもん、東女くんが。そう、こっから3点取んのか、なんか7三振ぐらいしたじゃん。そうそうそう、早めに早めにもう三振だったから、そうと思ったら、そっから、まあ、あれだ、クーリングタイムを挟んでから、まあ、マルタが出て、2番の八木くんも、うん、レフト前ポテン、うん、で、渡辺千之助くんがいい、ね、フォアボール、うん、で、4番の加藤優吾くんが、左中間破る走者一掃タイムリーツーベースで逆転。クソ理想的な形で点取って、めちゃくちゃいい形で逆転をして、その後の、あれですね、信末くん、あ、よかったね、信末くん、慶応のメガネくんと、メガネくんというね、人も打って、うん、でもそこで一気に試合を、まあ、決めたという、そうね、うん、流れでしたね。あれ、最後結局最終的に 7-2 か、うん、だ、そこで一発回って5点取ったんですよ、うん、その後、連打で。そうだよね。で、そしたらもう東恩納引きずり下ろすという。そう、だってあの子45イニングなんか無失点とかなんかでしょ、うん、そう、もともとがなんか、そうなんですよ、すげえよ、すごい。で、めちゃくちゃでもニュースになってるけど、うん、清原くんの代打で、うん、なんかガワッブワッてなってきます。盛り上がった、盛り上がったアルプスがね。そうで、なんかちょっとやっぱ、うん、なんか監督も言ってたけど、うん、やっぱなんかこう流れを変えるじゃないけど、うん、雰囲気が変わる選手って言うじゃん、清原くん、うん、本当にそうだなと思って、やっぱ清原くんってコールされた時の、うん、まあ、そうだね、お、やっぱ歓声が違う、うん、ちょっとね、やっぱお父さんも、もうあるし、ね、あるし、しかもなんかちょっと、うん、頼むぞ、なんか打ちそうなんだよ、めっちゃ、うん、そうだね、うん、顔もかっこいいんだよね、かっこいい、清原くんね。いや、だから雰囲気あるし、いや、もうあの逆転の瞬間の、まあ、アルプスとか応援のところはもう15、6回見ましたね、もう昨日からずっと。OB だからね、やっぱ、うん、俺そんなにやっぱ見て思い入れがちょっとない、まあ、そうだね、思い入れがやっぱ僕は OB ですから。そうだよね、うん、いやー、あるよ。だってどうするんですか、準決勝は。はい、行くんですか。行きます。ほうほう、甲子園まで行きます。今日夜行バス乗って、甲子園の方、うん、準決勝を現地で観戦しようかなと思ってますので。素晴らしいね。待っとけよ、103年ぶりだから。確かにこう今行かなかったら、そう、もっと生きてるうち見れない可能性あるから。本当に土浦日大もうビビんじゃねえぞ俺が行くからって大丈夫です、多分ビビらないです彼らは。俺が行くってなって震えないか、大丈夫か、まあ、ちょっと出川さんにびっくりするよいないっすか、高校球児、いない、でかい、185で113kg、巨漢いないっすよ、右の強打者かと思いきや右の弱打者だっていうことも。いや、すごい良かったね。本当に羨ましいよ、慶応高校。やっぱ母校がそうやってめちゃくちゃもうさ、うん、もう盛り上がってんじゃん、うん、全国的に。はいはい、はい、今年の甲子園ってさ、やっぱ佐々木麟太郎君とかもいたけど、うん、なんかさ、うん、主役があんまいないみたいなこと言われてたね、甲子園自体、まあ、確かにそう、うん、ないって言われてて、そんな中やっぱ慶応が勝ち上がるってなって、うん、この脱坊主とか、そうだね、話題性が、話題性が、そう、清原くんもそうですね、ダーンってなって、うん、なんかそれで見て、俺らが慶応だからかな、
ああ、もう注意して見るよね、やっぱ慶応がニュースになってる、ね、めっちゃ盛り上がった気がするね、慶応が勝ち進んだことで。いや、そう、甲子園自体がなんか俺もね、なんかそういう風に感じてるけど、どうなんだろうね。俺らのフォロワーにあれか、慶応が多いだけ、慶応が多いだけなのかもしれないんだけど、みんなストーリー上げて、みんな見てるじゃんと思って、うん、いや、本当にそう。いや、特に俺のもう周りなんか、そうだよね、そう、高校から慶応の人ばっかだから、もうマジですごい、本当にずっとストーリーが、ずっと7対2の、あの画像がストーリーに上がってるっていう。だって明日平日だね、普通に。平日もチケット完売しましたね。すごくない？いや、すごい。平日甲子園だってみんな大阪行くの。まあ俺がそうだもんな。そうだよ、だってなかなか腰が重いさ。まあ俺フッカルじゃない方なのに、フッカルじゃない、やっぱもう行こうと思っちゃって。そうだ、ね、うん、行くもんね、ほんと思い立ったかって感じ。昨日行くわ、うん、って言って行くことになったもんね。もうほんと手伝い、あのね、昨日、まあ、ウェルというね、ライブの手伝い中に、あ、ウェル T シャツ着てる、ウェル T シャツ、いや、さっきも着たんだけど、着替えちゃった。ウェル T シャツももらったんですけど、そうなんです、まあ、ウェルっていう渡辺のね、まあ、事務所で一番トップの、まあ、ライブの、ね、まあ、お手伝い参加してたんですよ。決して演者ではない、演者ではないですけどね、参加して、その、ね、最中に慶応対沖縄賞、昨日のね、準々決勝があったんで、もうずっとそればっか見てたら、あの、怒られる、怒られてね、しっかりちゃんと2人とも怒られたから、手伝いちゃんとやるということで、うん、うん、あまりにも集中してませんでした、ウェルの方。正直めっちゃ怒られたからね、うん、会場のね、案内係任されてたんですけどね、あの全く把握してなかった。ずっと試合見てたんで、ね、ごめんなさい、本当に怖かった。 A マスさん、すいませんでした。29歳であんな怒られたってぐらい怒られた、ね、まあそうだ、久々に俺も怒られたわ、うん、なんか社会人ちゃんとやってたのにちゃんと怒られた。確かに普通社会人経験のない高卒でな、うん、養成所入った人たちがそうふわふわして学生気分でやってんじゃねえよって怒られたら、29歳ごちごちの社会人経験者が、来年30よ俺ら。怒られてる、仕事ができなくて。しかも年下のマネージャーね。本当にね、あの、うん、まあ、そこは申し訳なかった、申し訳なかったね。それ以上にやったね、慶応がちょっと良すぎたね。良かったですね。いやー、だからジャパン誰が入るのかなとかも気になっちゃってるね、もう。あ、高校ジャパン、あのアンダー18、そう、アンダー18ね、この前記事見たんですけど、慶応生まだね、強化メンバーかなんかに入ってたんです。あ、そうなん。そう、まあ、これの活躍で入るんじゃない。これで多分、じゃあそっか、もともといなかったんだから。そう、もともといないよ、日本ジャパンのなんか注目選手みたいな、うん、そもそも慶応高校が甲子園行くってあんまり思われて、まあ神奈川では強豪ってなってたけど。そうだよね、まあでも、なんでも春出てるか、そっか、先発出てるのか、え、今年出てるの。今年出てる、で、仙台育英にタイブレイクで負けてる。で、それをもし、まあ、今回、まあ、くじ引きで逆ブロックだったから仙台育英が勝って、明日ね、うん、で、慶応も勝ったら春の1回戦がのリベンジマッチなんです。しかもタイブレイクの接戦で負けてますから。マジで行きてえな。そういいな。それを実現してくれるかどうかが本当に後輩たちにかかってますから。うわ、羨ましい。いや、やっぱ応援がすごい。いや、応援がすごいっていうのはやっぱ懐かしい。懐かしい。あ、そう、大学と全く同じ応援してるから、ね、なんだら俺、僕静岡高校野球部ってとこなんですけど、うん、あの同じなんですよ、慶応と応援が。あ、同じのを使ってたの。そうで、同じのを使ってるんですけど、うん、あの吹奏楽の数も違うし、応援しても少なすぎて、あ、すごい迫力がない。あ、迫力がすごいですから、ね、本当にすごい。で、今時の音楽をさ、取り入れないじゃん。そう、あの、例えば、まあ、何がいい、アマちゃんとか一時流行ったじゃないですか。流行ったね。とか、あの嵐の歌とかを入れたりとかするのが、そうそうそう、まあ、高校の時に流行ってたけど、うん、それを慶応は全くやらないで、マジで慶応の応援だけをやり続けるから。ただ多分応援だけは103年前と同じだったよ。そうそうそう、多分。だから、あのアルプススタンドが全員歌えんの。そうなんだよ、若き地もだけど。確かに全員応援できるからでかい。そう、多分さ、他の高校ってその現役生たちが作っちゃうから。確かに確かに、今時のやつを、うん、だから OB が、ね、OB が全然歌えなかったりするけど、もうマジで全員歌えるから。そうだよね、それが、ね、迫力の差が出てんの。だって80、90の人がさ、こうやってやりながらさ、歌うじゃん。塾も歌うし、う、若吉も歌えるっていうことで、みんな歌うもんね。すごいことになってんだけど、ただね、その当時ね、俺が現役の時は、うん、今時のやりてって思ってたんだよ。まあ、めちゃくちゃわかるわ。そう、なんでこんなずっと古臭い歌歌ってんだよみたいなことは現役の時は思ってたけど、うん、あのね、やっぱ卒業してからね、まあ、当時ネットもなかったから、ね、そうだね、確かにネットもあんまりなかったからそんな話題になんなかったけど、今はやっぱさ、かっこいいじゃん、やっぱ外から見るとめっちゃかっこいい、慶応の応援って、うん、すげえなみたいな感じなんで、今ね、スタンドでふてくされてるそこの君、ね、あの
めちゃくちゃかっこいいです。めっちゃいいから、うん、あれって結局マジでかっこいいんで、しっかり応援してあげてね。いや本当にあげてほしいな、それは。あとさ、うん、ここどこ？まあ前回に続きちょっと会議室で撮れてないっていう、うん、そうなの。俺さっきも足きつすぎて何回かこう体勢変えてるから。ここどこだ？ここどこだこれ？草見えてるぞ。ここはですね、ピーコックですね。下北沢、うん。ピーコックね、今4階でね、グリップ下北グリップ第2部を終えて、我々レギュラーで出させていただいてる。でいただいたライブですけどね。その合間に合間にちょっと撮らせてもらってて。いただいてますけどもね。いやーでも本当にありがたいことに慶応関連の動画も伸びてね。いや素晴らしいね。素晴らしいよ。もう4000行くか行かないかね。そんぐらいだし、最近だから本当にフォロワー数も増え、登録者数も、うん、動画のコメントもね、そうすごいあのいただいていただけるようになったからね。ら本当に慶応が勝つことによってね、その慶応バブルが今起きてるんで、ね、我々のチャンネルで、ね、そうだから本当にまあ本当に頼む、明日買ってくれ。頼む。横島な気持ちもある。俺らのチャンネルがね、比例して伸びてる。すんごい伸びてんの。先月まで400人よ。そう。それが今700いってますから。倍近くなってますから。てかさ、うん、やっぱ塾校野球部芸人っていないもんね。そう。芸人はいないか。いないいないいない。野球部で。そもそもそうだね。塾校芸人はいるけど、塾校野球部はいない。マジで唯一だから。うん。まあ熱いよ。そうだね。塾校野球部もいないし、多分塾っていうか大学野球部もいないことないよ、ね、いないか確かに多分聞いたことない。慶応大学野球部いたら知ってるしな、多分知ってる、ね、早稲田大学はどっかにいるらしいんですよ。あ、そうなんだ。いや、ごめんなさい、先輩だったら申し訳ないんですけど。あ、いるんだ。いるとは聞きます。慶応聞いたことないよね。慶応は聞いたことないです。てか、いたら多分耳入ってます。私絶対入ってる、さすがに。いたな、昔もみたいな。なってそう。いや、本当なんで慶応マジ勝ってほしいなっていうのと、いやー、ね、あの最近ニュースで見たんですけど、はい、あの梅澤廉さん、日テレ の、 あの慶応高校の僕の先輩です、ね、野球部 OB じゃないですか、うん、アナウンサーでね、が、ね、あの母校の祝福ツイート、はい、ネットニュース、お TBS アナの井上貴博アナ、39歳ぐらいの塾野球部 OB、うん、いや母校の出場おめでとうございます。 うちのかなやん、お前。おい、俺もツイートしとるわ。ツイートしてるわよ、こっちも。なんでネットの記事取り上げないんだよ。取り上げろよ、星マックスかなやん、ね、祝福祝福 M1 グランプリ1回戦突破。何せんの、何せんの、ネットさん。すごい芸人じゃん。唯一だよ、唯一実行出身芸人。ヤフーニュース、陸後野球部か。どうした。そういう思ってたから俺はネットの記事見てる。うちのかなやん、おいおい、ツイートしんだろかい。フォロワー675人だけど。つけないと。つけてくれよ、しっかりと。おめでとうって俺毎回勝つたびに言ってんだから。そんな裏で僕の母校がですね、はい、秋季県大会お初戦敗退。敗退、え、秋季、なので県大会出れません。え、あの、それが1994年以来。マジで初戦敗退、あの県大会出れないの。そんな暗黒期入ってた静岡高校で。またね、夏を常葉立花に負けて、うん、秋の1回戦も常葉立花に負けました。あ、常葉立花ね。そう、強豪校。強豪校なんだけどさ、運が悪い。そう、僕らの代は1回負けてないですよ、常葉立花。へえ。だからなんかもうちょっと羨ましい、俺は。あ、今慶応の。そう、めっちゃ羨ましい。強いところはやっぱね、強くて勝つっていうのはね、やっぱ楽しい、ね、楽しい。そのエンジョイベースボール、この前ね、塾校の動画でも言ったけど、やっぱ勝たなきゃ面白くない。本当にそう。どんなに楽しんでやっても、そう、マジ悔しいから、から強いから楽しいですよ、やっぱ。いや全部そう、勝ちましょう。これでマジでまた変わんじゃない、高校野球界。そうね、慶応が優勝して、うん、それあるぞ。楽しまなきゃ意味ないじゃんっていうことではないっていうのは、ね、そうそうそう、マジで声を大にしていて。あと髪の毛は別に何でもいいっす。あ、髪の毛なんだよ、本当に。なんか今になって話題になってる、まあ、います。もうね、何年、この身長になるまで何年かかったのっていう。で、なぜか今坊主の方がいいみたいになってる意見も、そう、なんかあれも意味わからないっていう。なんからしさがないみたいな。らしさってなんだと思う。ああ言えばこういうすぎるって。さすがに坊主は肯定できないだろうと思って。ね、だって熱中症とかやばいぜ。どう考えてもおかしいやと思って。直接頭にさ、日に1個当たって。ねえ。と思ったら。こんななってね。ねえ。だと思いましたけどね。明日甲子園行かれるということで、はい、
後輩たちなんかエールでも送っときます。あ、怖いですね。いやまあ僕がね現役時代の時はベスト8で負けました。しかも県大会、うん、県大、そうごめんなさい甲子園出たみたいに言いました。県大会のベスト8で負けてます。しかももうなんか半分コールドみたいな、もう引退試合みたいな感じで負けてます。だからその分も、そして全ての代のそういった悔しい思い、ね、三宮さんとかも言ってますよ、多分思ってますよ、ね、家田さんも、ね、分かんないって立花さんも、ね、立花さんね大学野球部じゃないけど思ってますから。いや知らないって。白村さんも、ね、白村さんは思ってるな元プロだけど思ってます。田村圭さんも思ってます。田村圭さんいいんだよ力道山の番号とかからね、そういった人たちの思いを背負ってるということをね感じてほしいですね。いや結構プレッシャーじゃんエールじゃなくて。いやいや、そう、そういったもう、あのもうスターウォーズエピソード9のあのシーンみたいな感じ、全員のジェダイの思いを背負ったレイスカイウォーカーが最後フォースでシスを倒す、そういった形です。今一つまがんなかったけど、みんなの思いを背負ってぶつけてください。明日の先発誰だかわからないですけど、確かにどっちなんだろう ね鈴木くんなのか小宅くんなのか、それともはたまた松井くんなのか。いいね、誰が投げんだろうな、ね、みんな調子いいですから、ね、確かに、まあ、見てよ、こんな汗かきながら足の体勢も変えて外で撮ってる金谷のね、この熱いエールをね力に変えてください。ね、ターミネーターですかね。確かにターミネーターの原点に来た瞬間の応援しとぶのあれじゃないか、じゃない、ターミネーターの最初ですからね。応援指導部、応援指導部がエール交換でね、こうやって相手のエールを受けるときもそうだけど、ターミネーターみたいな受け方してましたけど。それはこれも応援指導部、これも応援指導部なんだ、慶応の応援指導部のポーズギアセカンド、ギアセカンドだな、いいなぁ。でも本当マジで10個ありがとうだよ感謝し、マジで感謝し、マジで、まあ、楽しいよね。楽しみ見てて、応援する高校持ってるって楽しいよ、ね、うん、マジで本当に。ということで我々も頑張り、まあ我々もあさってね、ニュースターファーストあるんでそうだね、慶応に明日勝ってもらって、そうさえね、確かに景気づけてもらって、そうニュースターもそうね、一回もまだニュースターになってから勝ててないんで、そう入賞もしてないからね、うん、ちょっとそろそろ入ろうかなとね、思いますんでね、皆さん応援のほどよろしくお願いします。また、準決勝の様子はね、ちょっと動画で撮ろうかななんて思ってますので、一人で大丈夫？うん、あのいっぱい OB の同期いるから。確かに、ちょっと撮影許可もらってみんなで撮ってきてよ。ちょっとね。あの盛り上がりとか。そうとかね、撮ってこようかななんて。いいね。思ったりなんかしてますから。素晴らしい。楽しみにしていただければなと思います。あと本当に野球をね、全く興味のない、まあ。主に女性のファンの皆様ね、お越しマックスの大変申し訳ございません、はい、しばらくまだ慶応の野球部の話題は続きますご了承ください、ご了承ください。これを機に野球のルールとかぜひぜひ覚えていただければお願いします思いますのでね、まあ、多分いい時間なのかな、そうだね、またじゃあ来週申告敬遠でね、はい、お会いしましょう。ボシマックスでした。ありがとうございました。